うるさい。お、ジップロックに入らへん。入っとるけどな。仕事する予定だったんですけど、急遽ちょっと行くぞってお母さんに行こうと思いますけど、まずね、会社にちょっとね、寄って仕事してから行こうと思います。おはようございます。はい、出発。はい、ホテル到着ですぜ。はい、行ってきます。ちっちゃいにゃんこが、ちっちゃいにゃんこがいっぱい、かわいい。はい、今日はですね、丹後のね、ハピネスさん、養老漁港のハピネスさんに来ています。今日はね、あべっち劇場の動画じゃなくて、クレイジーオーシャンチャンネルのシュッとした動画を撮るために、あべっちはね、カメラマンでやってきました。今回はね、サブでね、やってきてますよ。バシバシとね、かっこいいね、カメラマンになろうとちょっと頑張ろうと思います。で、ついでにイカもね、たくさん釣ろうと思いますよ。今日はサブなんでね、あれ、マイクがないんですよ。はい。段差に落ちた。今日ちょっとね、音があれかもしれん。マイクがないから、音があれかもしれん。じゃーん。今日もオーシャンスピアーズで今日ね、ハピネスさんにやってきましたよ。初めて乗る船なんですけどね、ぐーんとやってきました。助手席に乗って。この前は風吹いとる。なんかね、ちょっと前に行ったナブラ丸さんではだいぶね釣って爆釣やったんですけど、こっちはねちょっと初めてなんで、あべっちやられるかもしれない。あべっちだけ釣れやんかもしれない。やばい。大丈夫。お、風が吹いてきた。こっからね、1時間ぐらい走るらしいです。ポイントまではね、1時間ぐらい走ってポイントに到着らしいです。そのポイントも初めてなんで、ちょっとあれですけど、風強いよ。ありがとうございます。もう1本通さないもう1本通さないなと思ったらありがとうございます。やっぱ吸手間がそうそうそう、太田さん通してくる人、ガイド通ってないと大丈夫ですよ、全部通ってますよ。なんかやった、今日いいことあるかも。いいな、確かに。ああ、めっちゃ触っとるやん。めっちゃ触ってるやん。やっぱり30号やと触り方がちょっとちゃうな。クラゲ。レギュラーテンションの方がいいかもね。僕、値段ゼロです。あ、あの仕掛け。はい、あの自作の。ああ。一発素晴らしい。あでジョルディがいっぱい釣れたよ。ほんまジャンプ。ジャン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 。はい、ありがとうございます。あでイカはおるっていうだからおるさ。大丈夫よ、まだ全然先生まだこれからでも一番上についてるということはいらないいらないです。よし、こう丸に変わるってどうと今これ50でついさん50なんけよ。50ですよ。あの長いゴルフ鍋に当たりにくくなるかなと思って。ああそうなんです。三好は50なのか。でも俺は4個使ってるし大丈夫。めっちゃ当たった今。何当たりイカやろそれは。乗ったすごい乗った。多分ちっこいそこですか。そこから2メーター。乗っとんかなこれ。乗ってないかな。あ乗ってないなこれ。ちっちゃいのが乗らんだね。乗ってない。あ乗っとるわやっぱり乗っとる乗ってないって言ったのに乗っとるやんやっぱり。せやよなはいそうです写真ですよこれは。やっぱりこれは写真ですよ。こんなんばっかつってますよ僕は。そのやっぱり当たり岡本さんよりいった2人いや俺のよりでかいよ。マジですか。俺のよりでかいすごいシェイクやシェイク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 アートフルシェイクどういうあんたあんだけ言っとって。だってこの間俺ほんまにおとつい俺しか釣れてない。すごいなそれが。いや釣れてない逆や逆や最後は俺しか釣れてなくて最初は俺だけ釣れてないそれたまには上からやっぱり落として。この間ベイトの層を抜くと当たるんやけど、ベイトの層を抜かんと当たへん。へえ。下におるんですね。下におるんやけど船長とも言うとって層を抜いてかんと当たらへんよな。へえ。アゼチペットがうるさい。俺に挑戦しとる。俺多分全部出してもアゼチのまだいっぱい誤差いかへん。いやサンドバッガーにめり込んどる。ほらでかいよ。よしこれでもう釣れたのでまあ好きなように持ってくれもう何でも。おっしゃ来た。おお色をやっぱ色が合うからね。そうやなアゼチ。何当たったんですよ。やっぱり5の5にしようかな。やっぱり連れとる色に合わせて絶対ですよね。説明取ろうか。さあ行くよ。はい。3、2、1って言ってね。ちょっと落とさんとくは釣っちゃうとあかんから。はい、3、2、1。はい、今日はタンゴのハピネス2さんにやってきてます。ちょっと釣り方の説明だけ。まず基本的な釣り方のパターン。乗った上ですか。乗っちゃったよ。説明してたらまた説明すると調子のいいような。説明するとイカが釣れる、もう一回行きましょう。ね。はい。ちょっと待って。俺カメラ回ると当たるんですよね。すごいね。ちょっと待ってください。じゃあ3、2、1。っていうのがまあワンセット。すんげえクラゲやな。なんでやろ。すんげえクラゲ。今。落としてなんでそんなにクラゲついてんの。糸全部クラゲみたいな。クラゲの中に突っ込んだ。クラゲの中に突っ込んだかもしれない。クラゲつきません。え？クラゲつかへん。外れたイカ。でかっ。そう。ほんまにでかい。今日の中ではでかい。はるかに。今日の中でめっちゃでかい。めっちゃでかい。お、ジップロックに入らへん。入っとるけどな。よし、するぜ。あ、痛い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 。うわ、ちょっと待って、乗っとんのこれ。乗っとんじゃん、ちっこいな。いや、乗ってないよ。アジ釣れてる。アジ釣っとるね、やっぱり。アジがすごいな。サンドバッグが丸飲みだって釣れたよ。ほら。辛そうや。ほら、目いっぱい口開けてる。乗った。すみません。で、このサイズ。ビヨーン。鉛吸ってる方がでかいんじゃない。ビヨーン。じゃん。俺だってあれレフ板当てやんとあかんねんもんな、撮影。アゼチに光を当てるんじゃけど、俺に光を当ててる。私とお田さんの色の違いがすごくて、私にレフ板を当ててくれやんとお田さんの。普通アゼチに光を当てるのは分かる。俺に光を当てるの。すみません、照明がちょっと悪かったですか。いや違います。そうじゃなくて。いや。俺が黒すぎてダメなんですよ。いや逆に黒すぎて。そういうこと。お父さんに会った私が間違えた。お父さん面白くする。なるほどね。つどつど水で洗った方がいいで。つどつど洗った方がいいで。おお、入れのりやな。はい、結構。洗った方がいいで。それで顔触ったら最悪。いや、チクチクチクや。クラゲチクチク。ピリピリする。ピリピリする。まだ今日の中ではいい方。よっしゃ連発やついさん味絶好調になってきたで。あぜちが何も喋らずに真剣に釣りをしてる。あぜちさん喋りません。喋らんくなってきた。すごいハートフルシェイクだ。普通のシェイクなの。本日俺の最大やな。あ、バッテリーがない。おはようございます。はい、移動でございます。釣りからね、夜中帰ってきて、このままフィッシング U 一宮店さんのイベントに行ってきます。眠い。暗いですよ。眠いですよ。明日は仕事だぜ。